どうもしょうれです。横打ち前回の続きからやっていきたいと思います。ストーリー進めるかどうしようかな。結構ね、敵が強くなってきてるんですよね。昇天寺でとりあえず土の子でも探していこうかな。今回は土の子パートでいきたいと思います。土の子をゲットすることだけ考えて動きます。まあ今2回ぐらい土の子見てるんですけど、多分まあ戦ってりゃ出てくるんですが、まあ、レベル上げも兼ねながらいきたいと思います。パーティーはこれでいけるかな。あれどこだったっけ。ここにいるんですよね、土の子。まあ戦いまくってりゃ出てくるし、いつか前もそうだったんじゃないか。いて、あ、ミスった。タッチペンがない、タッチペンが。あった。タッチペン入った。おい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 。チクチク肉球。ふぅ。テクテクテンテンテンテクテンテクテンテクテン。応用空手講座ゲットだぜ。土の子、お、人参ゲット。土の子はまあここに出てくることはまあ分かってるんで、とりあえずこっちのやつ戦っとこうかな。あー、追い詰められた。人面剣。テクテクテンテンテクテクテンテンテクテクテンテンテクテクテン。まあ、とりあえずこの辺は速攻で倒せるようになりたいですね。で、とりあえずまあ、横打ち2発売まで、まああと15日くらい切ってるんで、ストーリーだけは、とりあえず、さささっとね、回収しておきたいなと思います。で、その後はまあ、なんかそのやり込み要素がいっぱいあると思うんで、それをやり込みながら、発売まで待とうかなという感じですかね。まあ、そんな感じで考えてます。えい。はい。み。逆 Z。と、ダマランブ。オッケー。なんか、経験値効率のいいとこないんかな、なんかもっと。多分まあ、クリア後とかだったらね、結構レベル上げ場所とかあると思うんですけどね。まだ言ってもクリアしてないね。最初はないんかな、あんまり。あ、敵が消えたぞ。あ、敵これ、復活せえへんのや。倒して。戦闘あっても。あ、おらへん、土の子。お、力持ち。力持ち。つかん、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 つかん。やっぱ、ムシムシバババは強いですね、これね。攻撃回数が多いし、一発がでかいもんな。歯がズキズキする。で、その間は結構、ま、魔法が高いと。魔力が高いですね。経験値が微妙い。お、武用人。辛抱さんか。まあ、やっていきましょう。まあこれは持ってるんでね、一匹。もう。確か。ああ、また不用心棒や。くそ。あ、見せた。不用心棒がおらん。てかもうおるんやけど、土の子出てきにくいんやろな、多分まあ。待つか。早い。結構早いんやな、アタックが。で、倒すと。倒す。よし。そこ。もうここら辺の敵はもうさささっとね、倒せるようになっておきたいですね。倒しとたら仕方ね。テクテクテンテン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 。なかなか出てこうへんな、土の子は。出てくるとは思うんですけどね、すぐに。にゃ。
経験値50か。あんま上手くないよな、この経験値が。てか土の子はまあ全然おらへんな。行き来してりゃ出てくるんですかね、いつか。敵が変わるかどうかだけ見、お、誰こいつ。あ、美容人坊。敵が変わるかどうかだけ見ようか、じゃあ。美容人坊が5回くらいやって入れ替わってたら、まあ、変わってるってことですから。変わらんな。てか、あそこ武用人坊以外おるんか。あ、でも人面剣みたいなのおったらすれば。あ、変わっとるわ、敵。敵変わりますね。ってことは、これ繰り返してりゃ、いつか、ノコさんに出会うね、これ。そう。まあでも土の子の出会い方がある意味分かったかもしれん。やれトノマさん、んにゃ、わけわかんない。あかん、攻撃するのよ、味方を下げるか言ったの。あった、ここや。40、お祓いの方が経験値がうまいという。OK。結構ね、お祓いは経験値うまいんですよね。あ、ミスった！おー！くそ。よし、OK。とりあえずトノマ進化系みたいよね。なんかレベル35らしいですね、これ。勘違いしてましたね、僕がレベル30って思ったんですけど。35、あと4レベル。ん？なんか出てたぞ。え？あー、違うやん。ちゃうやん。てっけてん、てん。違うな。まず動いたら違うよな。絶対動かへんやつが土の子やもんな。あいつ動かへん。止まっとるから、あいつは。お、土の子やこれ。場所がなんかちゃうぞ、いつもと。発見した。よっしゃ、あぶねえ。あぶねえ。こいつ何が好きなんだっけ、そういえば。まあ、一番懐きやすくなるやつ。もう、お、これや。ヨキシマムゴッド。これしかないやろ。ヨキシマムゴッド。よし、いた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 。来たー、土のゲッチ。ありがとねー。めっちゃ喜んどるぞ。できれば土の子倒さずにもう一回アイテム使いたいぐらい。よっしゃ、オッケー、いい感じ。ん、土の子スマイル？必殺だよ。あ、もうアイテムあげられへんや。一回あげたら無理なんか。頼むぞ、土の子。あ、てか、セーブしとってよかったな、これ。ないか。うま、経験値うま、相変わらずやな。サポートライフ7月号。なんか、すげえ週刊誌みたいなゲットしたけど。うわ、マジか！くっそー、土の子。サポートライフ7月号ってなんなんやろ。あいつやっぱ仲間なりにくいんか。協力的にする。うん。いらぬ。でもまあ分かったこと、マップ入れ替えてたらすぐ出てくるんで。これ逃げられんのかな、そういえばなんか。あ、身代わり人形逃げれるか。OK。もう土の子の場所分かったんでね。奥にいた場合土の子ですね。土の子判定。お、まだ土の子おる。ラッキー。よっしゃ、はい、来たー。土の子狩り。これレベル上げにもできるぞ、こいつ。普通に強いから。こいつ何が好きなやつだっけ？なんかコメントでもらったんやけどな、こいつが好きなやつ。あ、タケノコや。多分、土の子やもん。
タケノコ、土の子。絶対これやん。喜ぶんじゃん、めちゃくちゃ。あ、もう一緒やん。ありがとねーって。あとはもう運次第。多分、まあ確率は多分20-30%ぐらいでしょ。おそらく。あれ、ヨキシマムコートなくなったら痛いな、あれ。ものすごく懐きやすくなるはずないけど、あれ。まあ、ええわ。もう適当に上げていくしかない、土の子に。でもこれレベルも上がるから、これ別に悪くないんやけどな、個人的には。結構もらえるもんな、こいつ。いいね。えい。ああくそ、こいつマジでレベル、仲間入らんな。レアモンスターやな。さすが。これ維持でもゲットすると、今回。こういうレアモンスターのゲットはね、もう、イルルカで慣れてるんで、もうやりますよ、これは。あちゃうちゃうちゃう。まあでも結構早いですね、このやりとりだけなんで。土の子が欲しい。お、おるぞ、土の子。ほい。ほい、この追い込み方ね。もう慣れた。もうお前の行動を読んでるんだ、俺は。さて何をやろうかね。バーガー。バーガーあげるか。土の子。お、ハートや。おお、バーガーや、こいつ。むふうまいやって。こいつバーガー好きやったんかよ。ああ、顔がなんか確かにハンバーガーみたいな顔してるもんな、こいつ。ほう、なるほど。こいつにはバーガーが効くんだね。ていうか、こう、レベル上げで使えるくないか、普通に。あいつら経験値50やから、9体倒すのと一緒やからな、これ。1回で。マジで。仲間入ってないやん。きつ、つら。これちょっと辛いもんがあるね。もう4回ぐらいやっとるです、土のこと。でも結構すぐ出てくるな、あいつ。あ、またおった。あいつめっちゃ出てくるやん。えい、読んでるぜ。秘技先回り。アイテムで、バーガーね。バーガー、バーガー。ハンバーガー。うわ、ダブルチーズバーガーね。あれか。まあ、バーガーこいつ好きらしいから。うん、ハートや。むふうまーい。オッケー。あれ、生き残っとる。あー、武用人部 HP 高いんか。トゲがー。あ、歯がズキズキして、トゲがズキズキして。めっちゃレベル上がっていくんやけど。いい感じやな。あ、無理やった。中身よりどんな感じな子になられたっけな。忘れてもだ、もう。ああ、なってほしいな、仲間。来てよ。ああ、くそ。のこさん。まあでも、大好物が分かっただけで、まあ、マシですね。多分、まあ、あれ大好物のはずなんやけどな。もしかしたらもっと大好物のやつがあるんかもな。疑似的に仲間入るようなやつが。なんなんやろな。あ、オッケー。結構こいつ早いぞ。えい。のこさんよ。あんたの動き読めてるんだぜ、もう。ちょっとじゃあ、今回変えてみるか。ラーメンとかあげてみようかな。ラーメンやってみよう、ちょっとじゃあ。ほれ。あ、ちゃう。あー、もう、あかん。感謝しかされへんかったらあかんわ。やっぱ、バーガーか、これ。土の子バーガーじゃなくて無理か、やっぱ。取り付く。熱っ。ガッハッ。よっしゃ。でもまあ別に。でもバーガーもあんまないんやな、もう。持ってないからな。確率どれぐらいやねん、この土の。結構な確率だな。もうなんか、確率乗ってないか言いたいんやな。何パーとか教えてくれたらいいんやけどな。アイテムによって何パー上がっ、確率があるのか教えてほしいですね、ちょっとね。これ惜しいのか、全く惜しくないのかがいまいちわからんのよな。じゃあそれ俺は土の子を狩る。土の子ハンターだ。土の子ウォッチ2。土の子ウォッチやな、もうまさにもう今の、妖怪ウォッチというか、もう土の子って妖怪じゃないやんてか。うん。珍獣やん、あいつただの。珍獣かな？獣じゃないな。なんなんやろ、あいつって。
土の子なんなんやろな、あいつ。何かの動物なんやろ。爬虫類と、なんかの間やと思うんやけどな。結構こいつ愛嬌ある顔しとるからな。はい、おいついた。逃がさん。バーガー。あと4つしかない。もう仕方ない、ハンバーガー。これ。よし。むふうまい。よっしゃ、ほんまー、お、幸運パー全員してるショーアップ、結構面白い能力持っとるな。よし、レベルアップ。でもまあちょうどいいレベル上げになってるんで、これはあーなからまあならんなならんな、仲間に戦うか。ピン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 、ほらチク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 、いやー土の子までの道は果てしないね。うん、ただその代わりゲットした時の喜びもまだそれなりのもんがあるやろ、多分やつの場合。維持でもゲットして俺はパーティーに入れるぞ、土の子。でも誰の子な、土の子入れたら。まあ持っとくだけでもええか、あいつなんかレアモンスターっぽいし。まあレアモンスターやし絶対。結構可愛いんですよね、土の子。若干入れたい気持ちが強い。クワガタ抜こうかな、クワガタ。クワガタはあんま使ってないんですよね、正直。ただ S ランクってだけ入れてるだけなんでね。だからまあ、そいつよりはこの土の子入れた方がいいかなっていうふうに。あ、ミスた。よし、危ない。ふぅ。先回りしすぎてあかんな。でもこれもうハンバーガーしかない気がするか、ハンバーガーあげてほしくないもんな。君が喜んでくれるなら僕何だって差し出すよ、土の子さん。へい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 。ほんわー、いか、結構この可愛い系で揃えたいっていう気持ちもあるんやな。このトゲニャンとか、コマさんとかね、リュウ君とか、この辺で揃えたい気持ちもあるんやな、若干。こい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 、うわー、マジかマジかよ。そう、これ次のパートになりそうやな。ちょっとあいつ何が好きなの、ちょっと調べておくか。もうちょっと土の子の好きな鉱物でも調べとこうかなと思います。やり方間違ってたらね、捕まえ方間違ってたら意味ないんでね。まずこれで普通に捕まえれるんよな。運が悪いだけなんか、それとも条件があるのか、ちょっとよくわからない。とりあえず次見とこう。じゃあ一旦、とりあえず終わって、次のパートで絶対に捕まえてみせます。はい、というわけで今回のはこれで一旦終わります。ありがとうございました。